来ました、はい、ありがとうございます。DJ 対ナルシムステージはこれ DJ ステージ4、ね、仲間だ。これはまあいわゆるソファイブ的な低空テレポからの攻め。そうですね、特殊技で空中浮遊のフィッター上がる技もあり、フロートもあると。あと今回ねちょっとテレポのコマンドが、前キックボタン2つ同時押しと後ろキックボタン2つ、あ、じゃあめちゃくちゃ簡単になりましたね、はい、簡単になってますんで。あといきなりその DJ のねしゃがみ台キック DJ のスライディングっていったらやっぱ先端ガード反撃ないじゃないですか、はいですね、はい、なかったんですよ今大丈夫ですか。大丈夫です代名詞代名詞代名詞ですね、はい。そしてこの DJ がエアスラッシャーなんかフェイントみたいなの見せてますね。そうですよ、 DJ はですね、はい、一部の必殺技を、まあ、弱で出すとフェイントになるっていう、特徴。おなんでエアスラッシャー打つと見せかけて打たなかったり、はいはいはい、ジャックナイフで蹴ると見せかけてふわっとジャンプするみたいな。おなるほど、フェイントを使いながら、まあ、連携組み立てたり相手のドライブインパクトをこう釣り出したりみたいな。そうですね、はい。ジャックナイフ、ジャックなんか面白くてふわっと飛んだ後に、うん、あの空中の通常技とかが出せるので、へー、あ、小ジャンプ的に使えるんですね、はい、折り際にちょっとめくってみたり、かなりトリッキーペイントで、はい、うん、かっこいいな動きが。人生いや、出た EX ファイヤーが2ヒットしてる空中 EX ファイヤーそうですよ、今回ダルシムが横に飛ぶヨガファイヤーですね。あの5で出たヨガアーチっていうね、こう、こう描くものと、なるほど、空中からもね、打てるので空中からも打てます、はい、空中から。ちょっとちょっとズームパンチから今のラッシュしましたよ。ラッシュします、はい、しますよ。あれはしますよこれ伸ばした手足から走るってことがあっていいのか。あっていいんです、はい、あ、強そうでしたね今の動き。DJ はね、あの松本さんも練習して使ってるキャラ。そう、 DJ、まあ、僕ためキャラなんですけど、はい、結構技、昔の技踏襲しつつもちょっとコマンドが変わってたりする。そうですね、あのダブルローリングソバットとか波動拳コマンドで、ああためじゃないわ、はい、ためじゃない、フェイント使いやすいですね、うん、はいはいはい。美しい空中ボコ落ちてこない、はい、ただこれかなりドライブゲージが、あ、うまいですね、バーンガードでバーンアウトにさせました。ダルシムやっぱり相手を画面端に追い詰めるキャラじゃないんで、うん、そうですね、結構このバーンアウトをどう削るかって結構難しそうですね、うん、確かに。スロー、うまい、投げ、去年のヨガファイヤー結構早かったな。まだ空中ファイヤー、あ、それいい、あ、うまい、ハイクリーパー透明ている、はい、エアスラッシャー自体が2発の飛び道具っていうのがちょっと、うん、今日は2発飛び道具になってます、うん、はい、面白いところですね、うん、DJ もあの新技でジョスクールっていう、はい、特殊な技があって、あの後ろにバックアップする技があって、そこからこれですね、はいはい、あ、中段っぽい、はい、弱中強で違う、追撃技が出ます。まあ中段技持ってたり、はい、相手をちょっと浮かせてコンボに持ってきやすい技があったり、あとはフェイントで後ろにステップしてから前にもステップする、はいはい、さらに後ろにもう一回ステップするみたいな、うん、そういう行動もあったりして、かなり相手を惑わして、はいはいはい、キャラクターさまざまな武器あると、うん、前投げる数えから来ました、来た、ヨガヨガのヨガ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 の何か確かまだ残りそうですね、減ってる、相当きつそうだなこれ DJ 側。あ、これがヨガアーチ、そうですね、ヨガアーチまたオーバードライブで出すと、まあ、ボタンの組み合わせで相手の後ろを飛び越えて、はい、あー、ディープブレス版ヨガファイヤー的なやつですね、はい、なるほど。ただこのストリートアタック6画面端スト5より危険な印象があるんで、これやっていそうですね、もうめちゃめちゃ、うわっ、あー、すごい、すごい、この DJ やってますね、やってますね、やってる、まあ、いわゆるこの新技のステップなんかを使って投げ抜け、まあ、このキャラクターたち、カプコン TV さんの方でね、その動きを見せていただいたんで、そういう機会があったんですけど、今回はより対戦風のいろんな技をこう収録していただいているということで、まあ、キャラクターのこのどういうキャラなのかっていうのが今日分かりつつなってるかなと。まあ、いきなりマノンがそのアーマー技打ったんですけど、うん、あ、そうですね、あのマリーザー、あー、ごめんなさい、マリーザーか、マリーザーか、アーマー技なんですけど、はい、あれ、あの可動性コマンドというか、うん、グラディウムっていうマリーザーの作り方で、はい、ボタンをね、強そうすると、アーマー属性がいうようなものになるっていう、
火力がめちゃくちゃあるぞ。そうなんですよ。ちょっとマリちゃん、え？めちゃくちゃ見えるんだ。ちょっとマリちゃんかなりパワフルなんで。マリちゃん、はい、マリちゃんあの、はい、想像通りの動き、そうですね。してる。こういう感じであってほしい。最後しかもぶん殴った後になんかちょっと蹴って、ちょっと蹴って、ね、表を向ける優しさっていうかね、そういう一面も持ってる。はい、体重乗ってんな。そして対するマノンの方も投げ技、面白いですよね、コンセプトがね。そうですね、あのバレエと、ね、柔道を組み合わせたバトルスタイルっていうか、職業モデル、そうですね、あの体力ゲージの下に今2って書いてあるんですけど、はいはいはい、これあの投げレベルっていうのがありまして、投げレベル、はい、コマンド投げをこのマノンというキャラクターは2つ持ってるんですけど、増えましたね、はい、投げるほどどんどんレベルが上がってきて、まあ、最大5までたまるんですけども、まあ、投げ技の演出が5段階変わっていったり、あとはまあ威力も上がったり、そして今対空から寝技っていつだっけ、対空 CA ですげえ減ってたけど大丈夫え、いや別に大丈夫、高かったね、めっちゃ普通に打撃も減る、はい、じゃあそうです、もうこの、あ、投げを決めるために確かにレベル上がってるんですか、この演出が変わってる、確かにマメージもめっちゃ上がってますよ、上がってる、しかもあのラウンド引き継ぎなんで、あ、そうですね、3から今5までアップして、これはあ、めちゃくちゃ、いや、ちょっと、たら、来ました、リハーサル、あー、これちゃんと、バーディーレベル3、しかもね、これね、ストリートファイター6やり込んでるパラシなんですよあの、バノンのドライブゲージない時にパラシたんで、まあ、今当てたことで、はい、バーンアウト、かつ画面が死に行ったと、はいはい、勝つためのちゃんと一撃だったんですね、そしてあすごい、ゲットボス、はい、はい、ということでまずはこの1本だけやっといて抱きかかえるそうですね、強くお願いします、同じ声だザ・ファーストラウンド注目していきましょう、いいですねいきなりジャストパーティーでダメージを取っていく、まずこのブラッカーで気になるのは体力ゲージの下にこの3っていうやつですね、はい、使ってます、今回新技でブランカちゃん爆弾、はい、おブランカちゃん爆弾、そのままの名前の技があるんですけども、まあ、それを試合中に投げて設置することができます、それの使用できる回数ですね、まあ、ファイブでいうとあの息吹の区内とかですね、感じになってきます、そして JP はかなり怪しい動きしてますね、はい、遠距離キャラっぽく見えますね、はい、JP は、かなり中遠距離が強いキャラなので、はい、まあ、自分の得意なキャラとキープしながら、うん、じわじわとねやりたい放題やりたい放題、はい、やるキャラクター遠距離からこう追い払っていく、うん、設置技っぽいものを使って、そうですね、空中に亀裂を発生させて、はい、時間差でトゲをこうね相手の方に向かって発生させたり、うん、まあ、追加入力のコマンドでその穴の位置に自分がワープしたり、おー、テレポートがある、はい、その穴というかね、亀裂とかが弱中強で出せる位置が変わるので、うん、まあ、その辺とかも内容で使うと、おー、カマム的な、はい、オーバードレイ、あ、もう出ましたね、これ実は JP 当て身も持ってるんです、当て身なんですかね、なんか相手に呪いっぽいものを植え付けましたね、ただあのついた爆弾みたいなものはあのちゃんとガードを頬に入れておけばガードもできるので、はい、そしてとどめとしては通常技キャンセルから、はい、これは SA2 でしょうかね、はい、振り出すことで、まあ、インパクト対策をしたという、結構やり込んでるシーンそうですねもうローリングなく強そうですね、いや、強いパンケーキなさそう、はい、あ、パリーがあるからパリーがあるから、今回ね、見てからそのボタン一つでインパクトパリーっていう防御行動できますもんね、まあ、表裏あったとしても、まあ、パリーしておけば打撃はなんとかいう感じですね、ドライゲージを使って発出状況入ってるのにあんま聞こえない、オーディーバチカで切り返していく動きがやり込んでるんだもう立ち回りでパリバリバリ出てるし、あ、これパリすごい、そうですね、オーバードライブであの2個は同時に穴を刺して、あ、これは SA2 がライトニングビースト、はい、V トリガーですね、はい、ね、トリートライダーファイブの、そうか、でローリー、待て強そうだぞこれ、うん、強い、強いと言われています、めちゃくちゃ強そうだ、こういう有利だろずっとこれやりたいことない、このブランカも相当やり込んでますね、まあ、こうバーンアウトにすることでね、ガードさせた時の有利が伸びるので、それも使って崩してきましたね、ブランカもね、今回結構攻め手がいろいろ増えていて、ちょっとあの動画中にあるかは分かんないんですけども、エリアルローリングっていう空中から斜め下に向かって強襲するっていう、あ、空中からもローリングができるんだった、はい、でも機動力がじゃあそうですね、かなりしてますね、それだと
あ、これも、もう実況もかなり盛り上がってきてる。でも実況の人盛り上がってるね。実況の人盛り上がってますね。結構終盤になるとすごい滑った。あっけ、アリミラッシュ、アマゾンリバーラン、ね、ちょっとね、感性がかかって確かに、移動値が伸びたり。どうにでもなる状況、お互いどう展開を作るか。おっ、おっ、おっ、届かないか。中足飛び矢落とす。しっかり実況者よく見てます。実況者よく見てますね。さすが、ふんだんにドライブ。おコンボ決めて、インパクトは受け止めた。受け止めた。あ、いい入れ替えですね。いいね。ここからチャンスになる。エコー。アブニマーチ。アブニマーチ。アブニマーチ。これはあの遠距離から仕掛けられるコマンド投げ。あ、遠距離から投げがあるんですね。なるほど。遠距離戦をしながら崩せるんだ。はい。ワンガード暴れ、やり込んでるな、これ。おー、置いた。倒しきり、見えている。見えている。仕上げて、いつかこの青写真を描いていたのか。いただきました、青写真いただきました。すげえところ持ってきたじゃん。